1801から1837年のイギリス軍の紋章。イングランド、スコットランド、アイルランドの紋章から構成され、紋中門として、ハノーバーの盾、さらにその紋中門として、シャルル・マーニュの王冠が入っている。紋中門は、主に芸術作品において、あるモチーフの中に、同じようなモチーフが、入れ子構造で入っている。表現、手法を言う。 フランス語ミザンナビームの訳語。言語の語感とはかなり隔たりがあるが、ここでは便宜的に、モンチューモンに統一する。ヤンファムエーク、アルノルフィーに不採像。絵中央の鏡の中に絵があるモンチューモン構造となっている。西洋美術における、モンチューモンとは、絵の中であるイメージがそれ自体の複製を含んでいる、技法である。その情景は無限に続いているように見える。 門中文はもともと文章学において大きな盾の中央に小さな盾がある文章を表す時に使われた。ドロステ効果も参照。使用例映画における門中文は美術の定義と似ているが夢の中の夢という概念を含んでいる。例えばある人物が夢から目覚めるが実はまだ眠っているのだということに気づく場合である。 夢に類似した無意識あるいはバーチャルリアリティなども門モンに含まれる。ウィンザーマッケー、小さなサミーのくしゃみ。漫画の形式そのものが門モンの構造となっている。文芸批評における門モンは枠物語の一種である。外枠のストーリーが枠物語の何かの面を内に含むように使われた場合である。門モンという語は 脱構築及び脱構築文芸批評において、言葉の間テクスト性の性質の理論的枠組みの中で使われる。つまり、枠の中の枠である言葉が、他の言葉に言及し、その言葉も他の言葉に言及し、のために、言語が、現実の基盤に決して到達しないということである。使用例、アンドレジードジャーナル1889から1939。 ギャリー・マード、コル、プレイアード1984、P41、本格ミステリーワールド2010、ナグモドー P42。私はいつも作品の重層的な構造に心惹かれる質ですが、特に今回はフランス語で、ミセイエヌ・アビムと呼ばれる技法を意識してみました。つまりすべてを読み終えた読者が夏汝時の花草張りの中に本書全体の構図を もう一度発見することを作者は望んだのでした。ありがとうございます。